マリアン・ヌエ・メシェールはサウンドインスタレーションで知られるアメリカ合衆国の作曲家。ペンシルベニア大学でジョージ・ロックバーグとカール・ハインツ・シュトックハウゼンに作曲を指示し、1964年に美術学志望を取得。その後、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校に進学し、音響学と情報工学を専攻した。1967年、シティ・リンクス、 バッファローと題したバッファロー市内にバラバラに取り付けられた古本のマイクによる28時間の作品を作曲。同作品はラジオ放送局はブフォーによって生放送された。エメシェールの作品は特定の場所を用いるものが非常に多く作品中に現れる心理音響的錯覚は建築物の音響が作り出している。これまでにデビット・バーマン、スコット・フィッシャー、マーク・トレイル、 アルビン・カランナとコラボレーションを果たした。2005年、プロジェクト、テボ・エイソニック・スカルプチャーにより、アルス・エレクトロニカ賞を受賞。現在は、ニューヨーク州アナンデール・オン・ハドソンの、名門教養大学、バード・カレッジで教弁をとっている。マリアンヌ・ヌベ・メシェール、ありがとうございます。